とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー攻略ラストですね。26回から30回やっていきましょう。前回の続きとなります。エンチャントポイントをゲットしましたので、エンチャを入れていきましょう。防護だね、これを3まで上げましょう。で、26階に入る前にちゃんとゴーレムは更新しておくようにしてください。 HP が中途半端だったらね、ちょっときついので、いきます。で、ここはもうゾンビだらけです。特に問題なくいけると思います。ゾンビがわらわら出るだけで、特に、難しい場所じゃないので、出てきたところをモグラ叩きのようにポン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 倒してあげましょう。ほんとここね、問題ない、誰でもクリアできると思います。ただ敵が多いってだけ、全く問題ないから。よし、矢が重要。タワー第2章は矢がものすごく重要。必ずね、出たやつは回収していくようにしてくださいね。めちゃくちゃ重要です。じゃあもう出ないかな、矢は。もうないか。じゃないね。まあまあ、でも結構溜まったんで良かったですね。26回はまあまあ誰でもいけると思います。簡単です。クリア。そしてここの報酬、ゴーレムちゃんをパワーアップさせてあげましょう。113のゴーレムはなかなか強いです。で、ここがラビジャーがね、出るんだよね。そいつがね、ちょっとめんどくさいんだけども、まあ、ゴーレムを先行させて、倒すようにしてください。結構ね、ここ面倒なのよ。ほんとに。結構嫌い。だけども、やり方さえ分かってれば、問題ないかな。これでね、渡ったところにめちゃくちゃいるのよ。ああ！いや、落ちちゃった！本当はね、ここ、ゴーレムを先行させてあげたいところなんだけども、まあまあ、愛のメダルで刺激して、それで先行させちゃいましょう。ラビジャーはね、どうしても倒せない。これはもうどうしても倒せない。なんで、ゴーレムを先にここに突っ込ませて、いけ。で、これだね。あ、いった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 。ああ、お前入ってきやがった。こんにゃろ。でも、1対1だったらいける。ああ !1 対1だったら、まあまあまあ、全然倒せるね。まあ、今のはちょっとイレギュラーだったと思うけども、ラビジャーが3体か4体、あそこにいます。で、そこにゴーレムを特攻させて、自分はこの船に乗ったまんまいると大丈夫です。オッケー。まだいるからね。おう、いけ、頼んだぞゴーレム。よし、はい、やばっ、危ね。よし。このここがね、難しい。この塊が。愛のメダルと、強化ゴーレムを突っ込ませて、なんとか、倒していきましょう。で、終わりかな。よし、クリアでーす。ここはね、結構難しかった。27回は。でもまあまあ、ゴーレムがね、うまいこと突っ込んで、蹴散らしてくれれば大丈夫です。クリアです。で、ここ、
他の装備が欲しいところだけども、いりません。なし。です。で、そして、火属性。これを3まで上げてください。今のセットがこんな感じだね。マルチショット3が入って、クールダウン、雪玉、防護3。で、吸血、火属性3。ですね。はい。で、ここ。敵多いです。で、ロイヤルガードもいるので、ちょっとやりにくいと思うんだけども、うまいこと、ロイヤルガードを愛のメダルで、引っ掛けてあげてください。とにかくロイヤルガードをなんとかするっていうのが、ここのコツかな。来た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 。行け。ロイヤルガードが暴れ出すと、ちょっとね、手がつけられなくなるんで、そこだけ、注意していってください。うん。強化したゴーレムもね、ここはだいぶ強いので、大丈夫だと思います。いっけー！よし。この愛のメダルと、クールダウン、最高の組み合わせ。よし、いや、矢が出た。うん、300本あれば、もう結構十分です。300あれば、結構やっていけます。はい。まずはエンチャンターからね。エンチャンとかかってる敵はめちゃくちゃ強いんで、そこは注意して戦っていってくださいね。もう終わりかな。行くなよ行くなよバカ。よし、オッケー。あとは上に何体かいるぐらいで、クリアだと思います。まあ、上もね、愛のメダルが溜まってるので、愛のメダルを使って、暴れさせつつ、ゴーレムで特攻。だね。よっしゃ、ゴーレム行け。何も出てない？何も出ておりません。では、29回、行ってみましょう。アイテムは、いりません。アイテムいりませんよ。で、ここの、金細工で何をあげるかっていうと、輝くハープクロスボウです。パワーをゴリゴリ上げてください。ただあのね、矢が極端に出なかった時とか、残り10本ぐらいしかないよっていう時だったら、ボーンクラブを上げてください。若干なりとも攻撃力が上がるので、そっちの方がいいです。いきまーす。うん。21回ぐらいで地雷を持っていってもいいんだけども、俺はない方が道中楽になるので、いいと思います。で、ここは、そんな強くないんで、まあ、ゴーレムを強化して、自分は矢を使って攻撃。だね。で、敵を、召喚してきたら、愛のメダルで、なんとかやり過ごすと。いう感じです。はい。はいよ。イェイ。うん。この第一章の、第一章っていうのかな？タワーに比べると、このボス弱いので、全然これでいいです。うん。地雷なんて必要ない。そう思います。では、クリアですね。30回おしまいでーす。はい、ということで、特にいいものは出ませんでした。全然良くなかったね。はい。では今日は26回から30回までのタワー攻略でした。1回から30回まで、攻略動画出しております。そっちもチェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。